どうも、エーテです。やっぱりね、夏になるとね、食欲なくなっちゃうよね。食欲なくなっちゃっても水をね、水分ばっかり取っちゃうよね。よくないね。全然食欲なくなっちゃう。一日今だって本当にね、一食はちゃんと食べるけど、あとはね、本当になんか食べないよね。なんかお菓子とか、軽いお菓子とかぐらいしか食べないね。食べましょう、みんなで食べよう。食べればね、元気になるはずです。はい、意味わかりません。平釜平原の方にね、向かいます。妖怪大合戦がね、ちょっと開かれるそうなので、エテもね、参加してちょっと楽しんでこようかなと。大釜さん、久しぶりだな、土蜘さんよ。相変わらずしかめっ面がお似合いで。お、対象同士かこれが。ふん、大釜よ、お主は相変わらず締まりのない顔だな。とても本家を束ねる大将には見えん。おっと、言ってくれるね。さすがはお堅い元祖の大将さんだ。あの日の決着、今日こそつけさせてもらう。そいつはこっちのセリフだ。そのしかめっ面、泣きっ面に変えてやるぜ。ほう、なんだ因縁の対決なのかこれ。ふん、け、雲とカエルか。なんかまあけどよくわかんないけど、2人ともかっこいいね。着いたにはここで大合戦があるにゃね。なんとか間に合ったな。大合戦はまだ始まってないようだ。エンラやん。お、あら、エテじゃない。桜町の工場ではお世話になったもんね。エンラエンラ、久しぶり。エンラエンラってなんか聞いたことあると思ったら、なんかハンマハンマっぽいよね。名前が、あのアクシューズだったかな、ハンマハンマって。ちょっとガンダム好きにしかわかりません。はい、久しぶり。もしかしてあなたも大合戦に？そうそう、楽しそうだからね。やっぱイベントごとには参加したいからね。早くやろうぜ。元祖と本家どっちにつくの？いや、もちろん本家ですよ。本家ですね。私が親方様のところまで案内してあげる。ついてきて。エンラエンラちゃん率いる本家に決まってんじゃないか。愚問だろ。ここで元祖なんか言ったらまたドンパチ。ここですぐにドンパチだわ。けどどっちの方が人気なんだろう、大釜か大蜘蛛か。到着。ここが、本家の本陣よ。すごいね、なんか時代劇とかに出てきそう。私が案内できるのはここまで。親方様はこの奥よ。ありがとう、エンラエンラ、おかげで助かったよ。どういたしまして。あ、消えちゃった。いよいよ大将さんとご対面ですか。緊張しますが、行ってみましょう。おう、本家の大将に会いに行こう。え、もうドンパチやってんじゃない？ちょっとだけ左見させて。何これ。この石は何ですかね。青く光って綺麗ですね。まずは先に本家の大将さんにご挨拶しましょう。そうだな。了解しました。なんかある？こっち。あっ、おっ、あ、いや、いいです。帰り用かな。こっちなんかあるな、絶対こっち。こっちなんかある説。宝箱ある説だ、こっち。はい、発見。術の秘伝書。まあ、あと2個あるな。
緊張してきた。もう出そう。ペペペペ。帰れ。なんなんこれ。ザンバラバラ。俺に守れる、俺で守れるかな。あー、この石の奪い合いかなんかすんのかな今から。なんかこっち来たとこっぽいな、なんかこっちは来たとこっぽいな。よし、行こう行こう行こう。多分ね、この光る石の壊し合いみたいなことするんじゃないかな、今から。あ、回復セーブしとこうね。19時間16分から22分。うん、大将、大将、あ、いたいたいた。え、なんだ、君もこっちの人か。大将じゃないんだ。キュービー、君は見たことがあるようなないような。ここは僕たち本家の本陣だよ。一体何の用だい。いいね、なんかかっちょいね、この二人かっちょい。よ、確かエテダッキが久しぶりじゃねえか。でも一体何の用だ。ここはもうすぐ戦場になっちまうんだぜ。なんで妖怪同士で喧嘩したりするの。一度元祖と本家でしっかり話し合えば。元祖の奴らが気に入らねえんだよ。奴らは古臭くて伝統とかにこだわって新しいものに目を向けようともしねえ。それに今日こそあの日の決着をつけなきゃならねえ。あの日の決着？どういうこと？きっと我々には想像もつかないほど深いわけがあるんですよ、きっと。やばいぞ、あのホラガイだ、ホラガイ。あの戦場、あの戦をは、あの追っ始める時にね、あのナロスと言われるあの伝説の貝殻、ホラガイ。戦いが始まったあいつだ。もう後戻りはできねえぜ。じゃ、大釜、僕らはそろそろ行ってくるよ。キュービー、元祖の本陣は任せたぜ。おめえらはうちの主戦力なんだからよ。うわ、なんかかっこいい。なんか、大将と将軍みたいな。ふん、心配ないよ。僕に任せておけば。間違いないさ、手塚と富士みたいな。そんな感じ。うん。手塚と富士。部外者は早く帰った方がいいよ。怪我する前にさ。キュービー欲しいな。ナルト。なにゃ、あいつ感じ悪いにゃ。何言ってんだよ、一番心配してくれてんな。気にするな、いつもあいつはああなんだからよ。お、えらいな。大変です、親方様。守り鏡に敵が押し寄せています。そいつはまずいな。あの守り鏡は、本陣の守りの要だ。この本陣はその守り鏡から張られた結界で守られています。あれが落ちたら本陣は丸裸も同じ、一気に攻め込まれてしまいます。ここにいる我々も危ないってことじゃないですか。キュービーは元祖の本陣へ今向かったばかり。呼び戻しても多分間に合わねえな。どうする大将。ここは、おおお、すまねえが守り鏡が、お、元祖の妖怪から守ってくんねえか。エルテ君、ひとまずここは大将さんの言う通りにしませんか。大合戦が始まってしまった以上、もう今は話し合いどころじゃありません。ウエス、元祖と本家で話し合いをしてもらうには一度この大合戦を終わらせないと。私からもお願い、力を貸して。このままじゃ仲間たちが。そんなこと言ってもな、元祖だって同じだろう。それは俺やってみる。まあ一応ね、とりあえず今ね、今だけだよ。本来はしないよ。だって本来はさ、あれだぜ、こっちを守っちゃうと。もうねえ、これ、おーおーおー、上だな、上に矢印出てます。なんか軽快な BGM になった。何、守り鏡ってこっちにあんの。こっちから行くのかな。登れなくね。こっちか。
守り鏡ってなんだよ。あ、一番上にあるね、なんか。お、いや、ここから先は無理無理無理。そうか。お、貴様。とどめき。いろっとな、なんだてめえらは。この、とどめき様は今忙しいんだ。さっさとこの守り神をぶっ壊して本家の本陣を落とすんだからな。てめえらなんかメジャーねーってとこ見せてやるよん。なんだこれ幹部かな、相手側の。お、100メッキ。とどめき。ちょっと待って。あ、失礼しました。なんで実況始めるとくしゃみ出るかな。さあ行こう。プリチー。はい、じいじいじい。クマモン行っちゃってくれ。あ、クマモン、クマモン落ちる。クマモンが落ちる。ケマモンだ、間違えた。さあ特産ガッツパンチ。はい、楽勝。ナイス右ストレート。お前の右ストレートは世界を取れる右ストレートだ。ナイスだ。よし。お、ここはもう大丈夫そうですね。では一旦本陣に戻って大将さんに報告し、ご報告しましょう。はい。なんかすごいねこれ、守り鏡だって。こっち、ん？雨、雨降ってきたよ。雨やべえよ。合戦に雨はつきもんだけど。うん、シャックリが出てきたぞ、次は。おいおいおい、しっかりしてくれ、テフォンゲ。こっちかな。はい、守ってきたよ、守ってきたよ。うーし、あ、なんか、なんだ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 これ。あー、宝箱あった。これはわからんだろ。これ見つけたの相当でかいぞ、これ。みんなここ、ここ本家の後ろ、多分元祖も後ろにあると思うよ。うん、話は聞いているぜ。大活躍だったみてえだな。あとはガンガン攻めるだけだぜ。元祖の本陣に殴り込みだ。もちろんお前らもやってくれるよな。エーデ君どうします？わかった、俺やってみる。いや、そこは断らなきゃ。子供でもわかるだろう、この状況。肩入れはよくないぞ。待ったぜ。じゃあエンライナーのところへ行ってくれ。エンライナー、どうして？まあそいつは行けばわかるさ。この本陣の東にへんてこな石があって、そこでエンライナーが待っている。詳しい話はあいつから聞いてくれ。うん、わかった。両会社、すぐ後ろだね。エンライナーいるね。多分ね、あれでね、なんかワープできるとか、そういうパーターンでしょ？うん。で、ちょっとね、また長くなったらまずいから、一旦ここで回復してね、動画区切ろう。うん。よし。では、次パートに行きます。ご視聴ありがとうございました。